こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。私はもともとね、麻雀業者でありまして、麻雀をやってるとね、いろんな名言が生まれるんですよ。そのうちの一つに、下手の考え休むに似たりっていうのが、ね、あるんですよね。これは麻雀で生まれたのか、どっかの言葉が麻雀に流用されたのかは分かりませんけども、まあなんせね、うんちくのある言葉だなと思うんですよ。下手の考え休むに似たり、要するにですね、麻雀をしていて危ない牌とか、どっちの方向に自分の手を進めようかなっていうふうに考えるんですけども、下手な人は考えているようであって、ただ時間を無駄遣いしてるだけなんだよっていうことなんですよね。だから分かんない人はもう適当にやれって話なんですよ。で、頭を使って正解が導き出せる人は、そういう上級者はね、いくらでも考えていいんですけども、そうじゃない人が考えているのが滑稽だっていうふうなね、まあ、そんなね、なんかこう麻雀を風刺的に捉えたメイクだとは思うんですけども、まあ、これビジネスも言えてですね、なんか物を考えているようであり、物知りでないようである人が稼いでないっていう答えがあるときにね、これが言えるのかなと思うんですよ。で、物知りでいろんな人を知ってるとかね、いろんな情報を知ってるとか、ノウハウをいっぱい買いましたとか言ってね、じゃあ今どうしてるんですかって言ったら稼げてません、なんでですかって言ったらやってませんって話ですからね。で、人に会いに行くこととか、なんかね、その教材トレーニングをすることがやってることだっていうふうに考える方多いんですけども、それはやってるわけではないんですよね。で、やるっていうのは何かっていうと、勉強することでも人に会うことでも何でもないんですよ。それはアウトプットすることなんですよね。まずは集客がビジネスの肝ですから、日々集客をするために自分を発信しているかってことなんですよ。私はここにいますよって、私はこんな人間ですよってことをきちんと伝えるかどうかってことが問われてますよね。だから放送しない人とかアウトプットしない人にビジネスチャンスが回ってくるわけないんですよ。要するにお金が入ってくるわけないんですよ。で、成長がするわけないんですよね。で、成長はね、自分の中の成長っていうのはもう勝手に思っていただいていいんですけども、やっぱ客観的に外部に対して社会を進化させてないと成長とは言わないんですよね。もしくは売上を作ってるっていう意味ですかね、ビジネスだったら。ただそうなると詐欺とか俺よりもなんかこういかがわしいものもね、じゃあお金稼いでるからあれは進化なんですかって言いますけども、ひどい言い方しますとあれも進化なんですよ。というのが、詐欺だって下手だったらね、詐欺れないわけですよね。だから上手なんですよ。コミュニケーション能力が長けていて、もう世のため人のためにやってくれるんですよ、詐欺師ってのは。で、1年とか2年もう本当にいい人を演じて、最後の1日で全部矢沢課題を持っていくわけですよね。で、持っていった後もあの人は詐欺じゃないっていうふうに被害者に思わせるわけなんですよね。だからすごいなと思うわけなんですよ。ただこれは詐欺をしましょうとか詐欺を肯定するわけではないですよ。やっぱりね、誠実にビジネスやってるんだったら詐欺師の行動力なんて負けてほしくないなと思うんですよ。まあですんでね、まずは少ない頭で考えるよりもね、最初初心者じゃないですか。初心者のうちには考えるんではなくて、もうね、言われた通りにマシンのように同じことを繰り返す、教わった通りにやってみる、それしかないと思います。私はね、自己アフィリエイトをやったら次の日には自己アフィリエイトを教える教室をやれって繰り返し言ってますけども、それを素直に従う人はいないです。で、素直に従えば稼げます。でも素直に従わないから稼げないです。これすごくシンプルな答えだと思うんですよ。で、もう一回戻りますけれども、下手の考え休むに似たりです。もしかして稼げないのに考えているふりをしているとしたら、それは休んでいるようにしか見えないのかもしれないですよね。休んでいる人にはお金が入ってこないというね、寂しい、そういうような現実がありますので、ご用心、いってらっしゃい。